はい、こんにちは。こんにちは。今日もカメラは宮下でやっていきます。ゆこです。見たことのあるつつさんです。毎度おなじみのつつさん。毎度おなじみの今日なんですけど、ゆっこちゃんがこの前のじゅんちゃんの動画とか見たりとかして、いや私フィッティングやられたことないんですけど、やられてみたい、やられてみたい。今まで一度もしたことないんですよ。わあ、そうっすか。でも上手ですもんね、この前の高島さんにもフィッティングした方がいいですよ、すごい言われて、とりあえずドライバーのフィッティングってこうだよっていうのをちょっと体験してみましょう。体験してみた。わかりました。はい、まあ、PCM ラボ流のというか、はい、よろしくお願いします。おお。そう、上がるたびロフトの中が、ね、変わるんですけど角度が、すごい、ヘッドの動いた時にどれぐらいに向いたとかですね、クラブの動きを今撮ってます。すごい。グリップまで全部入ってますので、これでどういうそのクラブに対する動かし方をしてるのかっていうのをちょっと撮りますね。傾向向けるじゃあちょっと振ってみます。はい。実際のフィッティングもこういうちょっとふにゃふにゃのクラブでやるんですか？これはもう PCM ラボだけですね。なるほど。何球かちょっと、OK です。 OK です。これが青木さんの前回のがあります、残ってます。黄色い方の線が、石井さん。全然違う。同じクラブで実は撮影したもの。なんか全然違くないですか？まあ、それぞれ全然違う。何が何だかちょっとよく分かんないけど、動かしてみたいと思います。2人とも性格が全然違う。性格が違う、面白い。動かし方ですね。これだけスイングプレーンが、全然違う。青木さんのデータを取って見てみましょう。じゃあちょっとゆっくり見てみますね。面白い。ちょっとだけフェースを開く傾向がありますね。開いてますね。言い悪いというよりもあくまでクラブの動かし方を見てるだけなの で、ここから綺麗なトップが作られます。で、少しフェースが開く傾向ですね。で、すごく柔らかいクラブで打ってますんで、ヘッドが少しオーバースイングしたように映りますけど、これはもうクラブの影響です。ここから少し内側に入りながら、少しインサイドから打つ感じですね。面白い。でこのまま当たる時の形が今度ここから見れます。おお、丸裸。丸裸きた。おお、早すぎてよく、ここがかっこいいですね。このちょうどここがボールの位置なんですけど、内側からしっかりと下ろしながら、少しずつフェースを返していくんですけども、いわゆるインパクトゾーンってやつですね、ボールからヘッドがまっすぐ出る時間がすごく長いですね。この動き、ちょうどこのボールの当たる何十センチか手前からのヘッドの動きが、基本的には、持ち球がストレートからちょっとドローボール、でクラブの相性が、合う合わないで時々プッシュアウトが出たり、逆に早く巻き込んで、左にフックするミスが、出る傾向にはあると。あります。ただ基本的にはですね、すごくかっこいいスイング。かっこいいって男性ゴルファーが憧れる、かっこいいって、まあ、ローボールが出るスイングですね。ヘッドが一番低いところをどこで通ってるのかっていう、最下点を見るんですけど、ここからほぼほぼレベルの状態ですかね。ちょっとだけ5度、アッパーブローですね。まあ、いわゆるドライバーなので、少し、ボールティーアップしているボールよりも、下目から当たることで高い打ち出しとドローボールで稼いでいくということで、動かし方自体はすごくいいですね。でやっぱり一番分かりづらいのがやっぱシャフト、どういうシャフトが合うのか、このグリップスピードっていうのがあるんですけど、グリップスピードの一番速い場所、ちょうどダウンスイングが半分近く終わったあたりですね。ここで7っていう数字が出てますけど、かなり、グリップクラブを持たなかった場合の、人間自体が持ってるポテンシャルは、相当高い方です。ほう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 。ヘッドスピードでいうと40近くは、いけるんじゃないかと。そうなの。ちなみにちょっと青木さんはどうだったか。
ほぼほぼこの青が本当だ変わらないので、意外とですね、まあ、スイングプレーン、ヘッドの動きだけ見ると、お二人の動きって違うんですけども、違いますね。こういう数字で実はそのスピードを追いかけていくと、面白い。クラブをバックスイングしていくテンポとか、トップの位置はちょっと違います。でもダウンスイング以降のスピードの上がり方とか、クラブを持たなかった場合の、手元のスピードですね、まあ、体重移動があったり、肩の回転があったりした結果グリップが動くんですけど、そのスピードの頂点が変わらないので、相性さえきちっと合ったものであれば、青木さんと石井さんは同じぐらい飛ばせるポテンシャルがあると。あらら、今は純ちゃんが飛ばしてるの？全然純ちゃんのも飛んでます。あ、本当ですか、うんうん。じゃあもう十分石井さんも同じぐらいの飛距離を出せるというのが、まあこの中で出てますね。これが、それぞれお二人の手元の動きですね、うんうん。石井さんの方がバックスイングに比べてダウンスイングで内側に引きつける動き、一般的に溜めるっていう動きは、かなり大きい方ですね。そうなんだ、差が大きいすごい。そうなんだ。しかもこちらから見るとすごい、しっかりと内側から来るのでおらら、ほとんどゴルフを最初始めた時っていうのは、まあ、いわゆるアウトサイドインとかスライスの要素とか、外から来る動きってどうしても多いんですけど、ここだけ見るともう完全にすごいトッププロのような、キャーもうためはすごいですね。おらら、嬉しい。であとはこの動き、まあ、ここでは指紋っていう言い方をしてるんですけど、その人の動きに合わせたクラブを合わせていけば十分飛距離は出るんじゃないかと。へえ、面白いですね。まあ、見た目でも違いますし、動きでも全然違うんですけどね。へえ。純ちゃんは1個だよね。そうですね。フレームがこれもこれで綺麗だよね。綺麗。青木さんの方がちょっとあのフェースの開閉は少ない。確かに返してないイメージが。そのまま少し手元が高くなって。まあ、一般的に言うのはここの部分ですね。上げた時のそのクラブの向き、お全然違うんですね。本当だどちらかというと青木さんはフェースが上を向く形、石井さんの場合は、まあ、正面に近い方向を向くので、まあ、その分だけダウンスイングの動きトップですね。ここがトップですけど、ここからの動きの差に出てくると。あ、本当だわ、全然違う。全然違う。全然違いますよね。石井さんの場合は軌道が少しインサイドに入る分で、フェースの返しを自然にこう働くような形、軌道が内側から来れば来るほど基本的にボールって捕まりやすくなるので、その動きを使って、手元をこう急激に返すわけじゃなく、フェースをだんだんインパクトに向かって戻すっていう動きがあると。でこれを、ここでは直しましょうってことじゃないんで、この傾向に合わせたクラブ、シャフトを選んでいきます。ここがシャフトのしならせ方。ほう、まあ、柔らかいシャフトなんでちょっと大げさに出てますけど、トップの位置から少し数字が、ほとんど数字が変わらないままダウンスイングに、ちょっと減ってきました。シャフトのしなりエネルギーを保ったまま、内側から今度はシャフトのしなり戻しがかかってくると。傾向としてはグリップの近いところのシャフトがあまり硬くないシャフトの方が、トップでこう重いとか振りづらいとかっていうのを感じにくい。なるほど。ここからは、結構スピーディーにシャフトのしなり戻しがかかってきますので、もしかしたらこうちょっと左のミスとかっていうのが出てる時にこのシャフトの方で防ぐことができます、ね。へえ、そうですね。あるとしたらちょっと左に引っ掛けちゃうとか、ちょっとチーピンプンのが出ます、はい。シャフト的にはちょっと先がしっかり手元の、しなやかさの割に、先がそれほど柔らかすぎない、まあ、感じで言うと、グリップに近いところはL とか A のイメージで、シャフトの真ん中から下の部分はちょっとだけ R 寄りの方がもしかしたらいいのかな。だんだんちょっと硬くなってる感じですか、はいはい。ちなみに今使ってるドライバーって何なんですか。今はゼクシオです。何なの。テンの R シャフト。ゼクシオテンのシャフトも結構グリップのその下のところがしなやかなんで、はいはい、
多分合ってると思うんですよね、うん、あとはまあそれ以上に飛距離をもしかしたら、うん、僕が動画を拝見してる範囲で今硬さって R ですか、はい、リリースもしかしたらもっと飛ばせる飛ばしたいっていう意識に合わせて、うん、はい、シャフトを変えても面白いかもはい、ちょっとやってみましょうか。はい、楽しみ、お願いします。超軽量、わかりました、はい、じゃあこの3本はい、おお、あれもういいじゃん。